皆さん、こんばんは。ティーナイドの役は金武です。特別支援学習あるある。はい、まだあるんです。よく人の話を聞き間違う人もいます。だから、注意集中、あとは記憶、短期記憶ですね。はい。やはり、聴力に問題があります。叱られたという思いが積み重なり、自分に自信がなくなるんです。はい。あとは、教師の指示にクラス全員に注目されます。板書する、メモを取るです。つまり、仕事と同じ。指示を出した後、内容を別の子供に確認し、クラス全体にもう一度聞かせる。はい。あとは、どうぞ始めます、などの合図。はい。筋道を立てて話すことが苦手ですね。はい。具体的な指示がないと何が正解かわからないです。はい。いつ、どこで、誰と、何をして、どう思った、5W1H 的、まあ、英語でもそうです。はい。あとは、図鑑で理解。あとは、決められたものを経験する。はい。あとは自分の思いを言葉で表現することが苦手。語彙不足。言葉をまとめるのが難しい。感情のコントロールができまへん。あとは、認識もできず表現。あとは速記ができない。そうですね。言葉の数を増やすことから始めます。単語をつなげることを始めます。言う場合の型を教えます。あとはお手本となる感想を出す。あとはマインドマップを作る。はい。あとは、まあ、そうですね、はい。気持ちを表す言葉、あとは、エピソードというか、経験の話、あとは、ゲームでコミュニケーションを練習する。これいいですね。アソビックス、マナビックス、アンゲーム、ギャットチョコレート、日常編ですね、はい。以上です。バイバイ。